ジョナサン・ダンシー、ジョナサン・ピーター・ダンシー、ジョナサン・ピーター・ダンシー、1946年5月8日体は英国出身の哲学者。認識論、倫理学を専門とする、レディング大学およびテキサス大学オースティン校の教授、息子は俳優のヒュー・ダンシー。1956年、イギリスのハンプシャー州ウィンチェスターにある、ウィンチェスターカレッジに入学。彼は、 ウィンチェスターカレッジでクリケットをやり、またヘッドボーイを務めた。1965年、オックスフォードのコーパスクリスティ大学に入学。彼はそこではダブルファーストを取った。1971年、キール大学の講師となる。彼は認識論、とりわけ知覚の性質に関する幻想からの議論をよく考えた。倫理学の分野では、 道徳的個別主義の立場を代表する論客として、理由の全体論というアイデアを主張した。ある種の行為に対して、そう行為したことの理由づけが何かあったとしても、同じ種類の別の行為に対して、その同じ理由づけが通用しないことがある、というもの。いわば行為の理由づけが、文脈依存的だということ。男子はこの理由の全体論を用いて、彼の道徳的個別主義を擁護する。 すなわち、道徳原理のようなものはないが、そうしたものなしでも道徳性は完璧に保持できると、ありがとうございます。